音楽で音楽で心も脳もワクワク、脳トレ音楽堂です。はい、本日は令和6年1月17日水曜日です。はい、1月17日ですね。はい、今日は何の日でしょう。はい、はい、あ、まあ、皆様もうニュースとかでもね、だんだん聞いておられると思います。阪神淡路大震災が、はい、起きた日、記念ということですね。はい、はい、そしておむすびの日、防災とボランティアの日、うん、兵庫安全の日、うんうん、などとなっております。はい、はい、ということでして、今日お届けします1曲目は、はい、本日の1曲目花は咲くです、ね、うん、はい、ということになりまして、はい、そして手遊びがありました後、はい、2曲目は今週の1曲雪をお届けします、ね、はい、ということで、では花は咲く、こちらの曲の解説をしてまいりましょう。はい、花は咲くは、はい、2012年、はい、平成24年に発表されたチャリティーソングです。はい、作詞岩井俊二さん、作曲菅野陽子さんです。はい、2011年3月に発生しました、東日本大震災の、被災地及び被災者の復興を支援するために制作されまして、この楽曲の印税は全額被災地の自治体に寄付されているそうです。はい、平成2年ですね。はい、この年東京スカイツリーが開業しました。はい、うん、おー、そうなんですね。はい、ロンドンでオリンピックが行われました。はい、12年ほど前ですね。12年前ですね。はい、はい、ということで、ではこちらの曲を聴いてまいりましょう。はい、そして終わりましたら手遊びがありまして、手遊びの後にはこの曲にまつわるクイズをお出しする予定ですので、ご一緒に考えてみてください。それでは聴いてまいりましょう。ミュージックスタート。傷つけて報われ。
今日はみかんの花咲く丘でグーチョキパーをしていきたいと思います。グーチョキパー、グーチョキパーと続けてください。歌も一緒に歌いましょう。これで今日の手遊びを終わります。はい、皆様本日の手遊びはいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。ではここでクイズです。はい、はい、こちらの曲ですね、はい、作詞作曲者の方はお二人とも同じ県の出身者なんですね、はい、どちらの県でしょうかっていうのが質問になりますね、はい、1番山形県、はい、2番福島県、はい、3番宮城県、うん、はい、どちらのご出身でしょうか。お考えください。はい、はい、皆様のお答えをどうぞ。はい、正解は、はい、3番宮城県でした。そうなんですね。菅野陽子さん、岩井俊二さん、はい、お二人は、宮城県のご出身でした。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは2曲目と参りましょう。はい、はい、本日の2曲目の解説を出します。はい、お願いします。はい、本日の2曲目は雪です。文部省唱歌の楽曲となっております。作詞は向笠さんという方です。作曲は不詳です。はい、1911年明治44年に尋常小学唱歌2で発表されました。はい、の歌詞に出てくる雪やこんこという、うん、ところは、こんこというのがね、うん、ちょっと馴染みがあまりない言葉ですが、ね、こんじゃないんですね。はい、こんこ、はい、はい、こむこむという、うん、ね、どこかの方言でしょうか、うん、あ、そうでしょう、ね、の言葉が、うん、こんこというふうに、うん、はい、言われるようになったそうです。なるほど。雪をもっとふれふれという意味ですね、うん、子供の気持ちをね、表しているのかもしれません。はい、はい、それでは1911年明治44年に、はい、尋常小学唱歌2で発表になりました。2なんね、はい、はい、明治の最後の方ですけれども、うん、はい、前年の、うん、明治43年から、尋常小学特報唱歌、うんうんうん、はい、この曲が、ね、はいはい、この曲が収録された、うん、本ですね、唱歌の教科書として、うん、発売されたそうです。うん、はい、明治45年、うん、には、大阪の天王寺に初代通天閣、はい、うん、高さ54メートルだったそうですが、うん、が、建造されました。うん、はい、はい、それでは聞いてまいりましょう。ミュージックスタート。Thank you.
皆様本日の2曲、そして手遊びクイズいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。では今日の2曲を振り返ってまいりましょう。はい、本日の1曲目は花は咲くでした。はいね、そうですね、はい、もうテレビも見てるとこの時代はよくね、うん、かかっておりました。はい、はい、そして、2曲目は、はい、今週の1曲ですね、はい、雪を聴きいただきました。はい、まさに季節の曲かなと思います。はい、はい、それでは明日の曲ご紹介ください。明日は1月18日木曜日です。はい、忘れな草をあなたに、雪、今週の1曲ですね、の2曲を予定しております。はい、明日もお楽しみください。はい、それでは本日も良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。